皆さん、こんにちは。やっと抜けた気づできたぞー。今までほとんどランクマを回してたのですが、最近早めにプラチナに上がったら、周りがダイヤ起動の人多くてビビり、カジュアルもやるようになってきました。そしたら、今まで最高級キルだったのが初めて11キル取ることができちゃいました。エイペックス初期に下手だからやめろと叩かれたことのある私ですが、成長したもんですなぁ、ほっこり。というわけで、その試合をゆっくり実況していくよ。さて、いきなり激戦区おり、ドキドキ。って、降りようとしてるとこ敵いるじゃん。ちょっくらお隣行ってくる。味方よ、生きててくれ。って、私のところにもいるさらに奥行くしかないか。いきなり SR。めっちゃ不安しかない。お、かろうじているスター。これでなんとかなるかな。センチネルは13-13に変えてっと。物落としたから敵来るなー。ハイドで待ち構えるか。気づかれなかった。この有利を生かしてっと。オッケー。ただ、弾なくなったから13-13で格殺入れとこ。ふう、味方も近くまで来てくれてるし、体勢立て直さないと。ボックスから救急拾ってアーマー回復っと。むむ、味方さんダウン。当たって振り込んできてねー。外の状況わかってないから、あのまま後を追加蘇生しようとしたら死にそうだから、建物の中から外へ出ること考えようかな。味方シアさん、ナイスー。よし、あとはもう激浪。デコイデキを引くか。射精物邪魔。ふう、これであとは角待ち老婆のみ。スライディングで死角入りまーす。あ。救急気持ちいい。3人目は味方が倒してくれたか。なんか知らんけどキルリーダーいただいたし、蘇生はミラージュのお仕事だから助けに行くぜ。13-13をランページに変え、街を漁っていると、遠くに敵視野のウルト見えるね。ほう、味方は詰めるみたいだね。ちょっと遠いけど間に合うと良いな。そろそろ準備するか。なんか飛んでる。当たらんか？あの二人おった方がいいかな？三人目がどこかわからんけど。味方視野が敵に絡まれてる。味方が大ダメージ与えたとこでキルを奪ってすまんのー。まあ、味方も瀕死だったから助けたということでー。そのすぐ近くで味方が敵を発見したようだ。あらぬ方向を見てる。敵といるのかな。ちょ、逃げるなー。よし、ゲッツイット。格殺入れてっと。敵バルキリーが見ていた方向から玉来ないってことは逃亡したのかな。オン、敵いるのかな。
クラッとしてる？わら。シアさん、ナイスルート。しかも敵は白アーマー。ヘルミット投げられて避けたら、床の隙間に落ちてった。しかも一人ダウンさせたのでチャンス。味方のアーマーがほぼ削れてるので私が前に出るよ。こもってる敵にはグレネードだー。トリマ増幅壁を割れるだけでも効果はあったかな。詰めるか。微妙に見えん。回り込むか。蘇生オンさせるかよ。倒しきれんかったし左に敵いるナイスシアさん、カバーありがとう。と、ここで気づけばバルキリーさんが抜けていた。さて、エリアの端で戦闘してた上に修復開始。さらに迂回する必要があって、焦って向かいます。しかもこの先、左側の建物、正面、右崖。と、よく敵がいそうな場所が多い。やっぱ左建物いるか。こっちは一人欠けてるし無難に行きたいなー。とりあえず離脱するポイントは示したけど、シアさんは割と好戦的みたいだね。一人で突っ込むのは危険すぎるから私も行くしかないか。2体検知してるけど、3人目がいるのかいないのか。トリマ一人ダウン取ったけどリング来てるし逃げていい？検知した2体だけだったら攻め時だったんだけど。そのさらに奥の建物や、今いる建物、発射場あたりで敵いること多いから。挟まれるんじゃないかってのが怖いのよね。というわけで発射場の建物に敵いないか偵察に行くと。敵いるの？建物じゃないのか？高台登ってみよ。え、ヒートシールドで耐久してたんか。あ、バルキリーのウルトだ。遠くに飛んで行ってしまった。録画でよく見ると、二人だけだったから、さっきの潰しとけばよかったか。この後、互いに索敵しつつも敵はなく無難にアンチへ。ただ、ここで降りてきたケアパケ。誰か拾うのか。左の洞窟と右ドームの壁裏にも敵いそうで怖い、ごくり。あ、シアさん先行してくれる。ほ。さあ、ケアパケに釣られる敵はいるかな？しかもアンチそこなのか、わら。リング内まで来れてしまった。今敵通ったな。かからんか。ナイス、敵は一人で拾いに来たのか。落ちたんで逃げられたか。でもこれ、この範囲内で谷検知ないし高台取ってるの強くない？敵も迂闊に近寄れないだろうし。すなられたな。持っててよかったよバイスコ。これ、上からチクチクしてここ確保しとくだけでいいっしょ？シア三者平物ないとこで詰めてってるけど大丈夫？
左からもなんか来てるぞ。これもう中入りたがってるから詰めた方がいいよね。奥端のジャンパーあった。交差点あたりに敵みたい見えたな。こっちには来ないか。中入ろ。あ、ラッキー、確殺入れたらキルもらえた、わら。あら、戦闘は終わっちゃったかしら。入り口にデコイ立たせておこう。早速作られた人が。あ、失敗した。ここで入り口あると思ったらなかった。ごめん、ピアさん守らんと。引いてったか。そうか、ここ登れるのか。待ち構えられてるで、入り口よりは別ルートから入ろう。割った敵ロー。よし、ダウン取った。でも二人来てるな。これは一旦下がりたい。出れないと思ったら扉閉まってるのかよー。よし、背後取った。クソエイム、違うやつにアシストかかった。やっぱそうみたいだね。てか、しれっと固定してるわ。切り阻止できたみたいかな。でもダウンのやつ奥逃げたな。で、後ろから撃たれてる。あ、ちょ、待って、リロードがガガ。割った、突っ込めー。危なかったー。あとはもう処理して終わり。11キルでチャンピオンも、ゲッツ。前シーズンから始めたミラージュさん、なかなか自分に合ってるみたいで楽しいです。直接的に味方の役に立つことは少ないので期待されてない分、気ままで楽、わら。チャンピオンとなりました。11キルもしておきながらハンマー取れなかったのは秘密です。別キャラは3000ハンマーもあるんですが、ミラージュはまだ何も取ってねー。